皆さん、ドムランドの皆さん、ドムランドの皆さん、本当に申し訳ないです。ってなってる。申し訳ないです。そうだよね、そうだよね、すごい緊張してたよね。いや、次また出番から、また出番から、そうだね、巻きに行きましょう。巻きに行きます。はい、ちょっと下から。あー、もう、キャーってなったから。大丈夫はい、行きましょう。カットです。はい、お願いします。ですね、じゃあ2幕のスタンバイの役者さん、お願いします。いいいいいい、大丈夫です。大丈夫ですって。スタート OK ですか。いきます。アクション。結論を言うと、僕はやった。何をって、ばあさん、しかも実のばあさん。そう、ここ僕の地元。古いにもよって生まれ育ったふるさとというところで、カチカチの話なんて学級とか散々聞かされてきた。誰だ。ぴょんぴょん。なんだ、ウサギか。今の話聞いたのか。あ、いっか。お前がこの辺で何言ったって誰も聞く耳持ちはしないしな。え、あ、なんだそれ。確かにそうだけど、狼少年、ウサギで少女で狼少年、これは傑作だ。うさい、バーカバーカって言ったもん。バーカ実は5年ぶりに帰ってきた。僕はばあさんが大好きです。
君のデビューシングル。気が早いのね。そりゃそうさ、実はずっと前から準備してたんだ。伊藤さんは？ドッコンさん。私の歌って聞いたことあったっけ？ないよ。冒険で。そうさ、男はみんな冒険家みたいなものさ。ここはあなたの庭みたいなもの？え？嘘をつくのが下手。いろんなことに知らないこと、いろんなことに知らないふりするのが下手なのも。なんで？あなた、嘘をつくとき、左の乳首を隠す癖があるの。嘘？見えてますか？見えてますね。カチカチ山です。お手元でカチカチ。